佐渡空港で不法侵入に対応する訓練が行われました。暴れるのはやめなさい。警察に通報した。この訓練は空港で不法侵入が発生した際に迅速に対応ができるよう毎年実施していて、今日は警察や消防などが参加し、通報から犯人確保までの手順を確認しました。多くの皆様から佐渡に訪れていただける際に事故や事件がないように、起こった場合には万全な対策ができるような形で準備を進めていきたいと考えているところでございます。